さあということで今回はナルト疾風伝バイブレーションスターズヒューガ日向の開封レビューを行っていきたいと思います。結構重みがあるね。それでは開けていきましょう。中が前重心になってますね。前重心のほぼ真ん中寄りって感じかな。でパーツが多いのかな。エフェクト2つと上半身下半身台座 1,2,3,4,5 パーツですね。それでは組んでいきます。はい、組んでいきました。躍動感があっていいね。さすが忍びだよね。ポージングがやっぱ生えてる。顔からいきましょう。似てるね。いいね。この髪の毛のね、光が反射してんのかな、これは。ちょっと二次元っぽい感じがあっていいね、ここは。で、腕から体にかけて。多分もうちょい胸は大きいはずですね。で、下半身。ここが成型色になるのかな？そうだと思うよ。で、足。全体的にはね、最低限作られてるって感じかな。まあどうしてもこういうさ、シンプルな髪型っていうのかな。そうなると継ぎ目がやっぱりその分隠れないからさ、まあ目立ってきちゃうよね、こうやって。まあ、しょうがないっちゃしょうがないよね、これは。でもまあここで継ぎ目を作りますかって感じもしないでもないけど、まあ仕方ないと。で、首から額当てを下げてると。で、このフィギュアね、1点いいと思ったのが、中歩総試験ですよ。獅子のエフェクト。これがね、こうやってパカッと外れるんですよ。脱着可能なんですよね。多分こういう風につくんでしょ？ほら。すっげえおしゃれでしょ、これ。こっちも。これこうやってさ、エフェクトをつけると一気に効果になってくるよね。で、このエフェクト、左右で、ちゃんと決まってる。逆になると、つかないわ。うわ、かっこいいな。これはもうつけた方がいいね。エフェクトなかったらちょっとね、物足りないなって感じになっちゃうけど、だいぶ変わるね、エフェクトつけるだけで。かっこいいな、これ。ほら、かっけえな、日向マジで。おお、かっこいいな。これはエフェクト必須ですね、もう。で、基本的にはまあレビューってなると、まあこの辺ですよ。まあ言うてプライズなんでね。まあ1点いいなと思ったのが、台座がこのツヤありなんですよ。マットな台座ちょっと俺もう見飽きちゃったからさ、ちょっと新鮮でよかったよ。前回のナルトキュービチャクラモード、あれはね、マットだったから。たまにはこういうのもね、いいね、新鮮で。ヒューガ日向っていうのはどういう人物なのって話になると、まあ要はヒューガ一族宗家の長女って感じなんだよね。ヒューガ一族っていうのは、まあ優秀なね、その血気限界、まあ白眼っていうものを使えてね、まあ、白眼っていうのは、まあ発動すると、まあ360度見渡すことができて、かつ物体を透視することができるようになる。これを聞くとちょっともうね、なんかもう天衣無縫な感じがするけどね。で、もう一つのそのヒューガ一族の特徴っていうのは、銃剣と呼ばれる体術を使用するんだよね。相手の体にチャクラを流し込んで、まあ、内側から攻撃する格闘術。ただこういう素晴らしい能力を持ってる、まあ、ヒューガ一族なんだけど、まあ、このヒューガ日向って子はね、忍びとしてまあ才能にちょっと恵まれずにね、まあ、妹のヒューガ花火とかね、いとこのね、ヒューガネジにだいぶ劣っちゃってるんだよね。だからまあ5つ下の妹の花火にも劣る出来損ないって言われちゃってね、弱い者はこのヒューガにはいられるなんて言われちゃってさ、落ちこぼれの烙印を押されちゃったっていう経緯を持ってるんだよ。まあ、それがきっかけで、まあちょっとね、いろいろ自信がなく、まあ落ち込みやすくて諦めがちな性格っていう風になってっちゃったんだよね。で、そんな日向はね、まあ、主人公であるナルトのことがまあ好きなんですよ。ちっちゃい頃から恋心を抱いていてね。いつもね、まあ、奥手だから遠くから眺めてるだけなんだよ、ナルトのことをね。まあ、なんで好きかって言ったらね、自分と同じくね、出来損ない落ちこぼれだって言われてきたね、ナルト。まあ、ナルトはもうね、自分のね、人道は曲げないんだって言ってね、頑張るわけですよ。まあ、そんなナルトにね、憧れと、まあ、恋心も抱いてるってわけなんだよね。ね、本当にね、日向みたいな子は大事にしなきゃダメだよ、みんな。本当にこういう子がいいんだって。さくらなのか日向なのかっていう話になってきちゃうんすよ。さくらももちろんいいですよ。さくらみたいな子には、天真爛漫で活発な女の子には、まあああいうね、ちょっとクールなね、サスケとかがいいの合うのかもしれないね。まあ、ナルトみたいにワイ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 活発にしてる男には、こういうひなたみたいなね、一歩下がったとこから見守るっていう女の子がいいのかもしんないね。まあそんなひなたのね、優しい性格を考えると、まあこれクレゲで撮ってきたんだけどさ、まあちょっと沼ってたわけですよ。谷落としだからさ、まあまあわかるじゃん、まあ沼るじゃん、どうせあれで。なんかちょっと設定ミスだったんだよね、あれ。もう一手で行くぞってとこで行かないんだよ、なんか。半分以上落ちてるのに落ちないっていうね。まあ設定ミスでしょう、あれは。
で店員さん、まあ、女の若い店員さん呼んで、まあ、説明して、そしたら、あ、じゃあもうこのくらいにすれば、まあ、ちょっと端の方つけばちょっと落ちるかもしれませんって言って、 ありがとうございますすいませんなんて言ってさ、そっち横で見守ってくれてんのよ、日向みたいに一歩下がって俺のことを。で端の方をアームでさ、ツンでつついて落ちねえのよ、あれと思って、あれちょっと店員さん、あれ落ちないですねなんて言って、いやちょっと箱の上の方を ついてみようかななんつってさ、やったら落ちないのよ。で店員さんがまたさ、ちょっとなんかいろいろ工夫してくれて、もうこのくらいなら落ちるかもしれませんなんつって、ありがとうございますつって、普通さアシスト終わったら一旦離れるじゃん、どっか行っちゃうじゃん。でなんならさ、まずそこからいくらか使わせて頃合いを見てくる人もいるわけじゃん。違うの、見てくれてんの、横でなんか応援してくれてんの。やっぱほら、さすがに店員さんがさ、じゃあもうあげますよ、それはいかんじゃん。だからあくまでも、まあ、俺が取んなきゃいけないんだけど、横で見守ってくれてんの、ちょっと一歩下がって日向みたいに。でもう一回、じゃあちょっとやってみますなんつってやったら落ちねえのよ。まあまあ設定ミスだからしょうがないよね、それはもう、うん、落ちないの。で店員さんもああなんて言ってさ、またなんかうまいことやってくれて、本当にマジでもう落ちるよっていうとこ、もう ほぼ落ちてるようなもんにしてくれてさ、それでつっついたらさ、落ちねえのよ、あらららら、なんつってワイ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 なんつって、そこでさもう楽しくなってきちゃってさ、ねえ、俺も若い女の子とこうやって喋れてるんだからさ、まあましてやひなだみたいに一歩下がってさ、後ろから見守ってくれてる店員さん、うん、いい。でね、あのもうまだ本当にもうマジでもう落ちる、もうなんかあと数秒後に勝手に落ちちゃうんじゃないかくらいのあれにしてくれてさ、それでもさすがによ、じゃあもう一回ついてみますってやったら、ゴトンってやったら、俺が喜ぶ前にわーなんつって喜んでくれてさ、店員さんが、と思って、沼ったのに何このいい気分、思い出と思って、めっちゃ頭下げてお礼してさ、よかったですそういうことですなんて言ってくれて、いやー気分いい。それで俺キューガひなたのこうやってレビューできてるわけでしょ。一歩下がって見守ってくれるってどんだけね、心強いか気持ちが楽になるかって話よ、分かってんのかナルト、お前もうちょっと考えろよ、お前この時点でお前ひなたのこと気づいてないだろ、もうちょっと頑張んなきゃダメだぞ。これすげえな、いいね、チャクラモードと銃舗装試験ですか、これでペインやっつけちゃえよマジで、やっちゃえやっちゃえよ本当に。いやー頼もしいなー、これがいれば何だって勝てるよ。あのペインはあれ反則だからよマジで、あいつなんだっけ、なんかちょっとド忘れしたけど、 なんかチート級の技するよね、なんかグラグラグラみたいな、なんかなんだろうな、あれなんだったっけ、あれはねいけませんよ、まあ、いけませんよっつったら、まあね、それを超える大技、まあ基本的にねナルトの世界っていうのはね、神数千樹というね術を発動すればあらかた型がつくんですよ。あれはもう神話レベルの大技だから、あれいかんですよ本当に。だってエベレスト級の大きさの仏がさ、神数千樹ですよ、千本の手でババババババーンってやっちゃうんだよ。ネテロ会長超えてるからねマジで、ネテロ会長なんてちょっと大きいぐらいでしょ、神数千樹よーく見てみ、あれ山よりでけえから、車なんてボコボコにされちゃってたからね、あのマダラが操っていたにしろ、すごいよ神数千樹って。ということで今回はバイブレーションスターズナルト疾風伝ヒューガひなたの開封レビューを行っていきました。ご視聴ありがとうございました。それではまた会いましょう、さよなら。